どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。コラボオブダブサプライズ、驚きのコラボということでしょうか。でこの B グルースさん、とてつもなくクオリティの高いコースを作ってくれるんですけど、そんな方がどんな人とコラボしたんかなと思って説明文を見てみたら、シールダーって書いてるんだよね。シールダーさんもめっちゃ完成度の高いトロールコースを作ってくれるんだけど、半端なく鬼畜なんですよ。こんな2人が作ったトロールコースなんてどうかしてるに決まってるぜどうかしてんのはお前だよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.71%。 そういやね、僕が動画内でギャグを言ったら寒すぎて低評価をしましたっていうコメントがよく来るんですよ。みんなそんなに冷たいのあー、感覚溶けピュー。別にいいじゃん、僕が寒いギャグを言ってもさ、最近暑くなってきてるからさ、涼ませようとしてるだけじゃんか。頭ばっかー。みんながそんなに僕に不満を持ってるならね、僕もみんなの不満を言ってやるよ。そこまで言うなら誰もが笑えるようなギャグを一つ言ってみてくれよ。どうせ言えないんだろ嘘じゃん、ごめんなさい。ねえねえ、本当に低評価とか押してんの？僕悲しいよ。そういうのやめようかなって思っちゃうよ僕のね、動画がつまんないのはわかるよ。でもさ、つまんないってそんなバカ正直に答えなくてもいいじゃんか。100個動画があったら100個全部面白い動画を作るなんて無理な話なんですよ。ならば笑えるギャグを一つだけ言ってあげよう。ズズキングよく見たら針のところ床があるじゃん。だからこっちに置いておけっていう感じなんじゃない？で絶対なんか来ると思うよ。分かってんだよ。もう頭なんて二度と割られるか。割れちゃった僕の頭を一回割った方がいいのかもしれないね。でこれさ、どのタイミングでシーソー来たっけ？え、まだ来ないの？歩いてってもダメ。じゃあ走っていきの。来んなよ、絶対来んなよ。よっほっほっ。わかんねえな、あのシーソーが来るタイミングが。でこれは上下、まあ下以外ないよな。あ、上も行けるようになってる。うわ、どっち？もうこれ完全に2分の1じゃん。周り見えてんでしょ。そこ下から行ってみる。上は怪しすぎる。ほらほら、合ってんじゃないの。新しいスネブロ発見だね。なんでこうも2分の1に弱いかな。いや意外と合ってるところもあるんだよ。ただ罠に引っかかってる方が目立つだけで、結構ね回避してるところもあるんだよね。じゃあこれは上は行けそうにないか。ブロックがあるもんね。じゃあこのリフトに乗り移動。うわ、下に落ちる。左じゃねえか。左よし反射神経メージを舐めるんじゃありませんわよ。ならここでオンオフはしいの。どうなる、待っておこうか。キノコ様。そういやさ、トロールコース探してる時に何々さんやってくださいこのコースっていうコース名はよく見るんですよ。でもね、ピオキングさんやってくださいっていうトロールコースなかなか見ないんだよなんでみんな僕のこと知らないのかな。トロールコース作ってる人だったらさ、結構知ってる人。なんで。いやね、自意識過剰になってるわけじゃないのよ。でもさ、一つぐらいはあってくれてもいいじゃん。マジで一つもないんだよね。どういうこと。お前来んだよ。お前も来んだ。まあちょっとムカつくこと言えば、あってもやるわけじゃないんですけどねごめん、ちょっとうざかったね。これ50コインの方に行かせて。はい、最強。ここ50コインの方でよかったのか。このドッスンの押し寄せ方マジで面白くない。うわマリーと石親父の三角関係。二段構えとはやるじゃねえか。だがな、いくら俺の追いかけをやったって俺の心は持っていかれねえんだよ。親父には常にピーチ姫のことしか頭にないんだよ。ああ、ピーチ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 。親父が持っていくのは俺の玉だけで十分だ。もうね、目の前にドッスンがいる時点で絶対にドッスンに当てられるって思ったって。うますぎだろこの罠。じゃああの中間普通に取らせてくれんのか。この場所にほとんど危ない。いけるか。よし、何もかんだよ。中間を普通に取らせてくれればいいんだ。よしさっでこれさ、中間ポイント1。説明文にさ、中間ポイント1って書いてたから、中間ポイント1個しかないんじゃないかな。このストーカーが。だからもうそんなに長くないと思うんだよな。じゃあすぐ上に逃げます。でこの魚は降りてくるでしょ。どこに追っとけばいい。この四角の枠の中でいいかな。魚来んなよ魚。まさかここにピンポイントに来るなんて思わないじゃん。じゃあ上に行ってみようか。そしてオンオフを変えなきゃいけないのかな。そしたらパックがいなくなるみたいな。いや、そういうわけでもないか。ならこのまま右行ける風邪魔だけど進めることができました。今のところは全然余裕だったね。でここも近くから来るな。は
何あれ、こういう場面移動の時にすぐ襲いかかってくるのやめろって。デシエジも来るな。見て見て、このギリギリのところ、無事かすことができまして、さあここはしゃがんでいこうか。でブランコに捕まさせて。捕まさせてって日本語意味わかんねんだよ。でこれは、いやなんか身体級っぽいで、いや全然余裕なんじゃない。でオンオフを変えて、であのトゲソウに当たれっていう感じか。うわーこれめちゃめちゃ早く行かなきゃいけないんじゃない。ジャンプジャンプ、いけ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 、オラー知りたい級メッシュを食べるな。もうちょっと僕を苦しめさせられる知りたい級を持ってきてほしいもんですね。さあピースピーチを、惜しいの、すぐ右ダッシュで逃げると思いきや、僕は何もしない。イシュエジこっちに来るのか。僕は何もしないぞ、仁王立ちしといてやる。うわー、この前さ、イシュエジの顔をゼロのスコアで顔にしたと思うんだけど、今回マリオでできそうじゃない。ちょっとやってってみようか。目はでっけえ。こういうしょうもねえの意外と面白いよな。で上にさ魚が出てきたのが見えたんだけど、これ右ダッシュしていけ。よしこれでいい。よくないですわ。ならバネの前だ、バネの前に止まっておく。そうすることで土管の方に行けて土管に入られると。さあ次はもうゴールでいいんですけどね。魚何、てめえのことじゃないんだよ。今回魚めちゃめちゃ多くない。決めた、今日の晩御飯は寿司にしてやるぜ。それとキノコ炒め。いやいつもうるさいからさ、たまには喋んない方がいいかなって思って。どう、僕の動画の中で一番来るコメントって何だと思う。うるさいなんですよ。いや言われなくても多分みんな分かってるよ。それを承知で見てくれてんだよな。そうだよな。さあここがオリーノ。うわどうしよう、ドクロルート乗っちゃっていい。乗って、あの玉はちょっと邪魔じゃない。玉が通り過ぎた後でいいのかな、このタイミング。どこ行ってんだよ。あのね、バイアルギミックとかも好きなんだけど、こういう超シンプルな罠もめちゃめちゃ面白いよな。じゃああの鍵取らなくていいってことか。なら進んでいきますよ。何もしないで大丈夫だ。キノコよ、出てくるのかい。いやこのピー風船取ってよかったんじゃない。先に進んでってみようか。で右に行けばファイヤーフロア取れるのかな。取らして、あぶね。そんなの引っかかるからよ。違う花が出てきましたけど、お前も取りませんよ。でここは Z としていいのかな。いやこんなか裏、わあやったー。さあナイスパー様。でどうしようか、トンカチやろうか。ここでトンカチをかわす。でこれ上に行けんのかな。上行けない。あ、この隙間からゴールできるみたいな。いや行ける、やっぱできないよな。左の土管に入るしかないのか。でヒント、嘘でしょ、この上に行けば。え、ヒントみたいな。右の土管、ドア。まあ上行ってみようか。土管に入るのか。ドアかける4。まあこの土管入っていくしかないよな。どこの土管か、違う違う、どこのドアか全然まだ分かってないんだけど、このドアに入れば分かるんでねえの。それとも、え、一番最初じゃない。っていうことは右のドアに4回入るってことだから、いや分かんねえ、ちょっとやり直していい。はい、最初からやり直してるんだけど、最初のドアでいいかまだ分かってないんだよな。でもここのドアを示してたっぽいからさ、まあ1回入った、でこれで2回目、で3回目、で4回入ればゴールの方に連れてってくれるみたいだ。いやそうだったらめっちゃありがたいよな。さあ4回入ったよ。待て。いや全然意味わかんねえんだけど、ここのさブロックが開くとかそんなんなんじゃないの。まあ一回こっち入っててみようか。バニーを持ったまま先に進めみたいな。いやそうなの。いや全然わかんねえわかんねえ、本当にこれでいいのかな。罠変わってるみたいな。こっからは特に何も変わってない。なら先に進んでってみようか、このバネ持って。いや絶対なんか変わってるよ。さあこっから、今度は下からですみたいな。うわどうしよう、ウィンク、なんだお前。クッパを殺に扱うな。じゃあさ、また最初からみたいなもんじゃん。頑張ってあそこまで行ったのによ。もうクッパ邪魔すんだよ。よしよし。そこでくだまったろ。でこれはどうやってバネ持っていくんだろうな。下から投げてこっち側に行く。多分これでいいんじゃない。でここも左押し、まあ、もうそういうのやめてよねと思ったけど、これワンチャンいけるんじゃない。うぜこれさ、どっかして隙間からいけないから。いやなんかいけそうじゃない、こういう風に。あ、いやいける、頑張る。
いやでもね、中間ポイントのところ行くまでに絶対ゴールさせてくれると思うんだよね。だってさ、中間ポイント取ってやられたらまたバネを持ってない状態でのやり直しになるわけじゃん。だからどっかからルートが変わってるんだよ。まあまあさっきと同じ風に行ってみようか。でこれはバネを持って、いやここ隠しブロックとかあるんじゃない？あーまあまあこれで進めたね。でここでジャンプしの土管に入っていく。土管じゃない、ドアね。うわ、左に行けみたいなこと書いてなかった？ノーじゃねえんだよもうここはゴールなのかい？そうじゃないと僕泣いちゃうよ。僕はここで何もしないじゃん、出さないで。さあ土管に入っていこうか。土管じゃないドアね、いろいろと危ないね。でここで中間？あーまだあんだマジかよ、バレ。最速が1分ぐらいだったからすごく短いコースだと思ってましたよ。いやじゃねえんだよ、落ち着け。最速が1分ぐらいだったらそんなに長くないはずだ長くないって思わなきゃやっていけないのよ。さあこのフラワー様取れる。待って、フラワー様なんだ様。これさ、鉄球とフラワー重なっちゃったけど一緒に追っていいんじゃない？そうするとフラワーが取れて下に進めます。でチビになってドアに入ります。いやマジでもうゴールでいいって。もうほんとこれ以上ちゃっ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 ちゃございだ。だが分かった、このガロのゴールを入った瞬間右を引っ張る、そして土管に入っていく。さあ次の場面はまだあんのか。右押しっぱりいいんだろ。ダメだよ。なんでコラボコースってこんなに難しいコースが多いのよ。頭いかれてんじゃない？まあそれそうだよな。プレイする方もいかれてんだったら作る方もおかしいよな。なあ制作者ども、いい加減せんか。冗談じゃん、ね、仲良くしようや。そんなにねギスギスしないで二人で仲良くしようや。いや三人か、二人で作って、僕も一人だから三人で仲良くしようよね。ここはね何をしないじゃん。こっか、うん、何が来ると思った。で左に追っていいのかな。このルート降りたいのね。で右のブロックも開かない。じゃあドアに入って、んゴールはここ最後。うわうまい、めちゃめちゃうまい。神は僕に味方している。こいつはなんだ。ここで無音ってことはそろそろゴールがあると思うんですよ。さあ右を進歩だ。そうだろ。うわ胸打たれてんのか。もうほんと頼むって。ここは左押しっぱでいい？なんかバネ持っちゃったけど大丈夫？このバネ持っていけみたいな。あ、やっぱそうじゃん。オープンだ。忘れてたあいつの存在。何やがったもんねえ、じゃあね頼む、右から何も来んだよ。普通にゴールさせてた。これで絶対にゴールができると思う。ここにオンブブロックが隠されてたんだよな。で魚もいた。いやださっ、これマジでやばかったね。でも本当にすごいクオリティでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。天井に埋まったコイン、サムネを見る感じ一マスの隙間の中にコインがあるから、それを取ってゴールしろっていうことだと思うんですよ。ただ下に落とし穴があるよね。だからジャンプしてあの隙間に引っかからないようにコインを取ってゴールしろみたいな。いや、いけんの何弱気になってんだよ。いけるから投稿しろちゃん。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.82%。 いや今回の一発マリオはガチ一発マリオっていう感じするね。テクニックとか求められちゃうんじゃない？でゴール条件はコインを全て1枚取ってからゴール。やっぱりこのコイン取らなくちゃいけないよな。いやでもどうやって取れる未来が見えねえんだけど。まあいいか、一旦ジャンプしてみようか。ですよね。どうしよう、向こうに渡るのも結構難しくない？いや渡れたね。でいや渡れたけどこれ戻れないじゃん。助けてー。ギリチャンすれば向こうに渡れるっていうことが分かった。いやでもギリチャンしたところであのコインに届かないんだよな。多分だけどほんと左の崖ギリギリ、ここキワキワでジャンプしなきゃいけないんじゃない？ここやると思ったよ。空中浮遊の技使っていくか。まあそれでいけるか分かんないんだけど、分からない方に説明するね。これが普通のジャンプなんだけど、ジャンプ中にもう一回ジャンプボタンを押すことによってマリオの滞空時間が長くなるんだよね。でもねそれできる時とできない時があって、まあちょっとそれでやっててみるわ。ここでいや無理か。でも惜しい惜しい、なんか取れそうな気するね。この頭ぶつけるところがあるやん、ここで空中浮遊、この滞空時間を長くするやつができたらコインを取ってゴールできると思うんだよな。頼む、行ってくれ。もう行ってくれ。久しぶりにこの技を出すとするか。スーパーミラクルローリングサンダー。まだだ、俺はまだくじけちゃいないぞ。スーパーミラクルローリングサンダーミラクルボンバーマン。もうやめていい
これ結構やってるんだけどマジで全然クリアできないの。本当に難しいよこれ。もうマリメすらやめろ。クリアさせてよ。奇跡でも何でもいいから、もう二度とこんなコースしないから、一回だけでいいんだ。手当たっちゃったやんか。絶対頭がつくギリギリで空中浮遊の技で合ってると思うんだよな。これ以外に取り方がないもんね。いやこれマジでめちゃめちゃ難かった。もう二度とやりたくないわ。マジで頭どうかなるよこのコース。でも無事クリアできてよかったですね。どうもご視聴ありがとうございました。